熱血コンサル基礎産業。夫の新規事業について相談させてください。夫はオンライン家庭教師を起業するつもりです。私としては学歴も実績もない人に家庭教師を頼む人はいないのではないかと思い反対しようとしています。夫は5年ほど名工義塾の塾長を務めていて、自分で事業をやりたいということで独立したいそうです。貯金は400万円あります。創業するべきなのでしょうか？うん、これはね、結論から言うとやった方がいいと思うね。名工義塾の塾長で、これね、実際経験してるの僕が。ちょっとね、多くは語れないんですけどね。H 銀行いる前、僕信用金庫いたのね。で、その信用金庫に行った時に管理職の人が辞めて、もうまさに名工義塾やってたの。5店舗か6店舗ぐらいやってたかな。2年か3年かぐらい。多分ね、そんなお金持ってなかった、こんな400万も持ってるような人じゃないのよ。そうそうおっしゃってね、辞めたんですけどね。まあその人は起業せざるを得なかったっていうのもあるのかもしれないけど、だけど辞めて独立をしてうまくこうハマったというかね。じゃあ僕はなんでこれ独立した方がいいって言えるかってこと、集めることができるからです。集めれてるんですよ今。独立したいと思う、創業したいと思うモチベーション、動機をね、あ、これなんかこんだけ集めて儲かってんだったら俺が独立した方がいいじゃんみたいな思ったからなんだと思うんですよね。この人は独立したいと思う賞賛があると考えれるから、でも400万ぐらいあるんだったらこれもやった方がいいかなという話なんですよね。学習塾家庭教師ビジネスの取り組みやすい点と取り組みにくい点っていうのはどんなことですか？これはね、取り組みやすい点としたら、固定費回収型ビジネスだから毎月お金入ってくるじゃん。で、入ってきた中からその利益になるじゃんか。経費払えば利益で読めるのよ。1個やって2個やって3個やってってやればやるほど、その募集するっていうところがしっかりできるのであれば利益になっていくから、その辺は読めるビジネスだから結構ね、一人でやってる人で割と稼ぐ人いるよね。自分個人としてはおすすめビジネスの一つかな。自分も音楽教室の重役やってたんですけど、儲かるんですよね、ちゃんとやれば。募集することができれば儲かるというふうに思います。で、かつ固定費回収型ビジネスっていうのはキャッシュの立ちがそんなに悪くないんだけど、ずっとやればやるほど成長が底堅いので読めるんだ。銀行もお金貸しやすいんでね。そういうビジネスだと思いますから、スケールもやりやすい、固定費回収するので読みやすいというビジネスだと思う。デメリットは何なんですかという話なんですけど、このデメリットがね、やっぱりライバルが入ってくると値下げ競争になったりとかね。今のまこなりのあんこもんじゃないんだけど、何にコミットするかってことだよね。みんなだって親がいい大学に入れたいからこういうところに送り込むってことじゃないですか。要は利用者と使用者は違うもんね。これお金払う人と実際使う人が違うから。だからこの両方を抑えておかないと顧客の維持が図れないのよ。すごくそこが難しいビジネス。優秀な講師がいないとこの塾の場合難しい。だから武田塾ってよく考えたなと思うのは予備校だから。勉強するっていうところの勉強の仕方を教えて、でそこをグリップする、ライズアップ方式、量こんだけやったっていうところを管理するってところに軸を置いたからうまくいってる。顧客単価が高くてもそんだけ通るっていうのがあるからね。何にコミットするんですかっていうところがしっかりグリップできてないと、なかなかその集客が維持できないっていうビジネスだと。実際ね、僕が経験したのはね、もうほんま親ってこのぐらい現金なんだなと思ったのが、前の年に東大生が出たんです、そこの塾で。売上がね 1.5 倍ぐらいになったね。もう野球と一緒で、その次その次がもう今の日ハムみたいな B クラスとか入っちゃうと、もう他に行くのよすぐ。だから人気商売だから、すぐこう売り上げが下がるっていうことがあるので、固定費の組み立て方ってすっげえ大事かなというふうに思います。逆に便利でもそんなにコミットできないというか、そこに行かないっていうのもあるから、なんで来るんですかっていうところをこうしっかりグリップしてないと顧客が維持できないっていうデメリットもありますよね。オンラインの家庭教師っていうのはどのように集客していけばいいでしょうか？これ難しい質問だね。オンラインの家庭教師ってやっぱり実績ないと難しいかな。ただオンラインのいいとこって何なんですかっていうこと。僕ね、宅建のその家庭教師やれっていう YouTube やったことがあるんですけど、割と来るんですよね。ちゃんとそれなりの実績がある人が勉強のやり方っていうのを YouTube でやってれば、個別指導しますみたいな形で動画集客が一番いいのかな。で、離れたところでできるじゃん。で、空いてるところをこう教えることができるからね。非常にオンラインっていうのはいいのかな。もう一つ、動画を売るっていうのが面白い。テキストがあって、テキストに沿ってこう教える。テキストはオタク買ってね。
それに対する授業っていうのをオンラインでやるよと。それは月に例えば500円よいうふうな形で決めてしまえば、自分がいなくても全くよね。オンライン家庭教師のその軸になるところ。で、わからないところをメールで受けて、メンバーシップでメールで受けて、そこだけズームで答えていくっていうふうにすれば、割と儲かるのかな。僕はなんでこんなこと言うかというと、これ見たことがあるってやつ。ウクレレなんですよ。ウクレレってそんななんか人口いると思えなかったんですよ。めっちゃ流行ってんのよ。動画を回すだけで月200万ぐらい儲かるんです。マジって覚えたんですよ。弾き方とかを教えてんの。上手に弾けないっていうところだけをこう、ズームで教えてあげたりっていうことをやってるんだよね。割と上手に教えてるんですけども。そこだけは高い。あとは安く作ってるんだね。集客フック商品がそこ。売りたいものが個別に教えたりとかね。大会をやったりとかね。そういうようなことをやってましたね。縦軸と横軸っていうのはビジネスにはあって、どうやって集客するんですかっていうことと、何を売りたいんですかっていうところの2つをこう組み立てるってことが大事。今回の相談元に戻るんですけども、名工技塾から入るとかね、フランチャイズから入るっていうのはこの場合はありなのかなと思います。もともとやったのを買うから分かるじゃないですか、大体価格が。そこよりちょっと安くちょっといいものをやれば、ちゃんと実績がついてくれば人が集まるのかな。でもそこまでが非常に難しいと思うので、リアルでやる場合はやっぱり立地ですよね。それとオンラインでやる場合は作業量ですよね。1日3本4本ぐらいやっぱり動画上げていくぐらいの気持ちでおらんとうまくいかない。だけど動画で上げていく場合は副業でできますよね。しっかり準備できてからこっちやるというのもありかなというふうに思いますよね。何せをですね、まず集める、集めてマネタイズする、この集め方っていうのが大事なんですよ。うちだったら逆に言うとビジネスパートナーにもともとリストフォルダっていうのがあって、すごいこうつなげてあげるっていうのは最初のうちはできるかもしれないですよね。商材によったらここの部分に関しては一定の実績がございますのでですね、ぜひ一度ご相談いただければと思っております。